はい、どうも、こんばんは、というか、こんにちは、ですかね。はい、今日はですね、88回目の放送ということになっております。いやーねー、大変です。大変、何が大変かというとね、台風が来てます。台風、非常に大きな、強い台風、16号。ね、10月1日頃に伊豆諸島に接近ということでね、ちょっとね、あれだよね、 スピードが遅くなってんのかなと。うん、僕ね、ちょっと、あのー、飛行機に乗らなきゃいけない用事がありましてね、えー、それがね、大丈夫なのかなと。飛行機、ちゃんと飛ぶのかなと。ねまあ、でも、飛ぶんのかな飛ばなかったらどうしようっていうふうにね、ね思ってるんですが。いや前乗り ししましょうかという話もあるんですけどね。前乗りでできないんですよというのも前の晩があのちょっと遅くまで新幹線乗れない時間まで仕事をしてるんで前乗りできないから朝行くっていう話なんだけどね。まあ飛行機飛べない時って大概新幹線も止まるからね。うーんどうしようっていう話でね。 まあドキドキしてるんですけどねもうなんかギリギリ通り越してくれるかなと思ってたらスピードが遅くなったっていうから余計怪しいよねこれ、えー、まあまあなんかね無事に行けることをねあの願ってるんですが、ね、ーそういえば台風といえばね昔ね僕はあの去年おととしその前ぐらいかな3年ぐらい前かな新歌舞伎座という大阪の劇場があるんですけどそこで。 えー、お芝居をしてる時ですねコロッケさんの座長の時かなすごい大きな台風が来てあのほら関西空港の橋が橋にあのタンカーがぶつかって大変なことになった台風皆さんも記憶に新しいんではないかと思いますが、えー、あの時ねちょうど本番中でまあね舞台やってたわけですが。 すごい台風だからこれ公演中止にするんですかどうするんですかって言ったら、いやいや、あの、やりますよと。お客さんが一、えー、人でも来たら幕は開きますという話でね。まあそりゃそうだなと思ったんだけどね。案の定ね、幕が開いたらね、お客さん30人ぐらいしか来てませんでした。まあでもね、その30人のお客さんもね、 やっぱり楽しみにねチケットを取ってでこの台風の中もう何とかして、ね、せっかくだから見たいっていうことで、ね、来てくれたと思うんでねそう簡単ににに中止すするわわけけはいいかないわけですよまあまあその中でねやったんですけどねそのやってる最中にもねものすごく一応ビルなんですよ建物なんですよ。 えーちゃんとした下に今ね商業施設がいっぱい入ってるような建物の中にある劇場なんですけどね本番中すごい舞台が揺れてねこれ何地震とか思うぐらいでもそれがね台風の風でねビルが揺れるようなことになってねあの時はちょっとドキドキしながらね舞台やってたんですけどでもその来てくれたお客さんもねあの何て言うんですかすごい楽しんで帰ってくれたみたいで。 やっぱり劇場とかってさその何て言うんですかねこうお客さんの人数によってこう圧みたいなのが変わるじゃないですか。いやわかか。んんないかか変わるんですよ、うんね。やっぱりわ笑ったりとかするまあコメディだったんでね笑ったりとかする時の、ね、圧だったりとか。 もう拍手の圧だったりとかそういうのってお客さん同士もなんか感じたりしてんのかななんて思ってねすごいあの座ってらっしゃるお客様の顔を見るとねニコ,ニコニコニコ楽しそうに、えー、感激はしてくれてるんですけどもこう何て言うんですか、うん、そりゃそうだよねだって1,400人入るところで30人っつったらスカスカだもんね。 まあね僕らはやることはね変わらずにやってるんですけどやっぱりこう客席と舞台とねお客さんと演者が一体感になるっていうのがね多分なってたんだと思うんだけどその空気っていうのがちょっと薄いかなっていうふうに感じた一日でもありましたがねその時はあの夜の公演もありましてね でもうどん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 公演中に台風がひどくなってきてお客さんが帰れなくなって電車も全部止まっちゃっていやもうだったらもうどうせだったら夜の部もやりますんでもうお客さんチケット代いらないんでもうせっかく来てくれたんだし夜の部も見てって楽しんで帰ってくださいっていうことになってねそれはこっちは大変ですよ。いや昼さっき見た人にももう一回同じもの 見ていただくってそれはちょっとなんか忍びないななんて思いながらねいろいろ休憩時間の間にじゃああそこをこういうアドリブ入れてみたらどうだろうとかねあこんな動きにちょっと変えてみたらどうだろうみたいなことをねいろいろ考えて2回公演をやったというね記憶がありますね。そのの時時ねももう夜の公演終わっった時には台風も過ぎ去ってすごく綺麗な 星空が見えたっていうそんな記憶もありますがその台風がね来てますよ気をつけて皆さんもね非常に強い勢力らしいんでこれを気をつけていただきたいなと思いますえそんな中ねえ自民党の総裁選もありましてねもうこの放送の時には結果は出てるのかな決まってるのかなと思いますがまだあのー 録音してるときは決まってないんでね、えー、決まってない体で話をさせていただこうと思いますが、いや、もうなんていうかね、もう本当にすごい強いリーダーシップを持った方が必要なんじゃないかなと、今はね、うん、俺についてこいみたいな。 そういう人がねいてくれたらなと思うんですが何しろ自民党のね総裁選の選挙っていうのは僕らは投票できないわけですからねうんうん、なんていうかそのなんか自民党国会議員の皆様自民党党員の皆様はね素敵な、えー、総裁総裁代表っていうんですか、えー、これをね選んでいただければともうでもこれ放送の頃は結果が出てるんだろうね。 うん、まあどういう風になっていくのかこれからねちょっと期待したいなという風に思いますがスポーツの方でもね今度はあの白鵬関が引退といやー強かったですねもう大横綱ですよ、ね、優勝回数45回だって通算勝ち星1187勝ってもうどんだけ勝つんだみたいなね 全勝優勝が16回って言うから、全勝優勝16回ってすごいよね。負けないってことだもんね。その場所中。ずっと勝ってる。だってあれ、相撲ってあれでしょ ?15 回。15日間で戦って。それ、1回も負けないのが16回あったって。もう、素晴らしい。それは、もう、なんていうのかな。みんなの記憶に残るね。 えー、関取でですすよ、えー、素晴らしいですまあちょっとねあの日本人でもそれぐらいの人が出てきてほしいなとは思うんですけどもねまあでも白鵬関もね心はあ日本の人の魂を持ってというんですかそういう感じでね相撲道を邁進してきたと思うんですが、まあ、何しろ膝が 痛くなって、痛くなったって、ちょっとめっちゃ軽い言い方になっちゃったけど、ね、膝がやっぱり、なんか言うこと聞かないみたいなことで、ということなんですがね、まあ本当にお疲れ様でした、というコメントをね、残させていただこうと思いますが、ね、そしてですね、いよいよ、長かった緊急事態宣言が解除になりましたと、まあ、そんなニュースも解除になりましたか、解除になりますか。 うん、僕が録音してる時は解除になる方向で話が進んでる。で、まあ、マンボウに移行するのかなと思ったら、それすらしないみたいな。ええー、大丈夫またこれすぐリバウンドを起こして、またすぐ緊急事態宣言なんてことになっちゃうんじゃないのなんていう不安を抱えながらね。でも、あのー、なんていうんですか、飲食店だったりとかね。 その緊急事事態宣言が出てると仕事にならならまあ僕らもそうですよねあのお客さんを入れられないとかそういうこともあったりとかして非常に苦労したんでねこの解除でねあのどういう風になっていくのかとまあ実態僕自身もね11月に舞台も控えてますし何よりも10月の半ばにはですねライブの方も控えてますんでね、えーまあ、感染爆発が拡大しないようにね皆さん個々が気をつけて くれたらいいんじゃないかなというふうに思いながらね、えー、過ごしております、えー。リハーサルの方もね順調に進んでおります。まあとりあえずまだ今はねあのー、バンドのメンバーみんなでリハーするというかまあ、個人個人リハーサルみたいなことでねやってるんですがね、えー、楽しんでいただけるものが、えー、お披露目できるんじゃないかとそういうふうに思っておりますんでね。 えー、まだ悩んでいらっしゃる方いらっしゃいましたらですね、えー、こちらの方でチケット販売しておりますんで、えー、こちらって今言っちゃったけどこれうちの優秀なスタッフがまたてんやわんやでテロップ入れてくれると思うんですけどね、えー、そちらの方からお買い求めいただいて、えー、劇場に足を運んでくれればもちろんね会場の方もね感染予防徹底してやらしてもらいますんで皆さんね来られる方も安心して、えー、足を運んでいただければと思います。ということでですねそろそろ 皆様から送られてきたおメールの方いってみようチームーレジオはいということでですね、えー、今日のテーマはですね、うん「秋といえば」というテーマだったと思います。いやー秋といえばねもう本当にいろいろありますよ。 スポーツの秋食欲の秋読書の秋何でも秋がついちゃうそんな感じがするんですがね僕的にはやっぱりですねあの読書の秋がやっぱり出てくるんですかねやっぱりあれだよね秋になると涼しくなるからさ本とかも読みやすいんだよね、うん、スラスラ読めちゃううんねそんな時に面白い本に当たっとねどん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 ページも進んでってね えーえー、なんかすごくなんか知識を身につけたなみたいなそんな気分になったりとかもするんですけどね、えーまあ、あとは食欲の秋の方向でいったらですねやっぱり食べたくなるのが秋になると食べたくなるのがね僕はねあの栗ご飯栗ご飯美おいしい。 家で作りたいんだけど、なかなかね、あの、栗を剥くのがさ、もうね、皆さん多分、剥いている栗も売ってますよっていう方もいらっしゃると思うんですけどね。いや、栗剥くのがめんどくさくてね。なかなか買ってくる栗ご飯になっちゃうんですけどね。いや、家で作る栗ご飯美味しいんだよな。ところがなかなかね、めんどくさくて作れないです。今年は作ってみよう。ねえ、そう。 でそうすそうとこうんていうんですかねあのやっぱりあとバーベキューとかねまた春と秋はやっぱりバーベキューやりたくなるよね。うんで秋のバーベキューとかだとさあのー、なんつうのこうあれなんつうんですかコンコンロじゃなくてなんつうのあの炭炭のバーベキューコンロでいいのかなうんそこのね炭の中にアルミホイルでくるんだ芋をね突っ込んどいて。 焼き芋っっぽいものものやったりとかねあとこうきのこが美味しいからさなんかねきのこのホイル焼きみたいなのもやってみたりとかまあでもどできんのかな解除になったとはいえバーベキューは厳しいかなさすがになんか納期にあいつらバーベキューやってるよなんて言われるのもねちょっと嫌なんでねまあ様子を見て <coughs> っていう感じで。 まあでもそんな時間があるのかなっていうところもあるんですけどねうんまあまあ皆さんはですね、えー、どんなふうな秋秋といえばどんなふうなことを感じるのか、えー、おメールの方発表させていただきたいと思います、えー、まずはいつも楽しくラジオを聴かせていただいています メンバーシップの君とならには流されました。<laughs> 別に流そうと思って作ったわけじゃないんですけどね。あ、そうですか。ありがとうございます。えー、ライブ行きたいけれど、さすがに大阪は遠く行けないので、おうちでしょんぼりしてます。もし可能でしたら、配信お願いします。ということでね。まあ、そこら辺もスタッフの皆,皆様とですね、今、協議をしておりますんで、えー、もうちょっとお待ちいただければと思います。えー、さて、秋といえば、やっぱりサンマ。 これれをを食べなきゃ秋を感じられません結婚当初サンマを食べ慣れていなかった夫も15年目となるときれいに食べられるようになりました子供たちも食卓にサンマが出ると「秋だねーと」と最近は値段も高くなり頻繁に食べることはできなくなりましたが季節の変わり目で気温の変化も激しいですがお体に気をつけてくださいねということでねサンマは美味しい。 サンマやっぱ塩焼きが僕は一番好きですかね。丸ごとね、焼いて。いや、食べたくなってきたの。あれなんであんな美味しいんだろうね。あと、ただね、骨がね、あの、骨がちょっとややこしいんですよ。骨ごと食べちゃうなんていう人もい,いらっしゃいますけど、僕はちょっとどうもその骨ごとっていうのが苦手でね、上品に食べたい感じなんですけどね。あのー、なんていうんですか、サンマを焼いたやつを縦にしてさ、 背,背中をこう箸でグーって押してこうねでそれからまた横に寝かして、えー、頭の部分を持ってピューって引っ張るとすごくきれいに骨が取れるんですけどね、えー、最近はそれやろうとするとさもう変なところに切り身が入ってたりとかしてきれいに取れなかったりとかするんです別にそのまま切り身入れないでいいのになんて思うこともあるんですけどねいやでもサンマはやっぱ食べたくなるね うん、やっぱ塩焼きも美味しい。あと刺身も美味しいね。サンマ刺身美味しい。うわぁ、サンマの刺身食べてぇな。塩焼きも食べたいけど。ねーやっぱサンマですか。だってもう、魚、もう名前がもう秋って書いてあるもんね。秋刀魚だから。秋刀魚。で、ね、サンマだからね。えサンマ食べたいなぁ。いや、いいなつ続いていきましょう。はい。ラジオネーム、光月さんうん。 コヨさん、スタッフの皆さん、こんばんは。かっここんにちは。毎回楽しく配置をしております。ありがとうございます。えー、今回のテーマに入る前に、コヨさんに報告がありまして、おお、なんでございましょうか。ボリューム52でのテーマ、2021年の抱負で資格を取るというおメールを読んでいただきました。あ,あ、2021年の抱負をやった頃、52って言ったら、もうまだ1月。 なんですかね、えー。今年の頭ぐらいに放送したやつなのかな。えー、日々少しずつ勉強し、この夏無事に総務事務の資格を取得しました。おぉ、パチパチパチ、おめでとうございます、えー。今度は先輩先生に教鞭を取っていただき、簿記の資格取得のためにぼちぼち頑張ってますわ。もう資格マニアやな。<laughs> そんなことないかな。まあでも、いやまあなんか役に立つ資格だからね、いいですよね。えー、余談失礼しました。はい。今回のテーマ、秋といえばですが、私にとってはショックの秋です。あららら。何があったんでしょうか。10月29日は私の誕生日なのですが、主人を含め家族は誰一人覚えてないので、毎年寂しく悲しい誕生日を迎えます。あらまあ。 この年になれば逆に年を取りたくないなとは思うものの、誰か一人ぐらいからおめでとうと言われてみたいなと思っています。思ってしまいます。わかる。かっこ、ちなみに、私は家族全員の誕生日を覚えています。離れて暮らす義父、義母、義兄はもちろん、親戚のおじさま、おばさま方も全員覚えていて、誕生日当日に到着するようにお手紙を出します。えらい。かっとじうん、えー。そこでお願いがあります。 ずいぶん早いですが、紅葉さんにおめでとうと言っていただきたいんです。<laughs> えー、最後になりましたが、紅葉さんのスタッフの,ッフの皆様におかれましては、寒暖差がー激しい。えー 自説柄ですので、えー、お体にはご自愛くださいませ。ますますのご活躍を楽しみにしておりますと。まあ、ねそうですか。僕はあの、まあねその誕生日ってねみんなに言ってたら、キりがないんでね。こちらのやっぱ資格を取ったということに対してはね、おめでとうございますと言わせてもらいますね。もうだって、誕生日が近いからっていうんで言ってたら、これラジオやるたんびに誕生日の皆様おめでとうございますって言わなきゃいけなくなっちゃいますからね。 うんまあ、心の中でね、思っておきますおめでとうございますということはね。まあでも、資格を取ったことはね、素晴らしいと。もう、もう抱負をちゃんともう実現したというのがね、いいですね。はい、続いて、ラジオネーム、まー、あ、ちゃん。まー、あ、ちゃん。高洋くん、スタッフさん、いつも楽しく聞いております。はい、ありがとうございます。えー、今回の秋といえば、男組の秋。 Just say goodbye ですねいやフランソワさんがね、テレビとかでやるときは最初にね、秋にまつわるなんかこうコメントみたいのがね、あって、それからね、イントロが始まるってちょっとこうドラマチックなね、展開で、えー、演奏させていただいたこともいくつかありますが、えー あ違うんですね。男組の秋と言いたいところだけど、さつまいもじゃないでしょうか。ああ、わかるよ。私、とにかく焼き芋が大好きなんです。お腹いっぱいになろうがおと、おならが出ようが、やっぱり秋は焼き芋です。焼き芋食べるからおならが出るってわけじゃないような気もするんだけどな。まあ、やっぱ出やすくなるのかな、うん。ホクホクじゃなくて、トロトロの三つ芋が好みです。 寒くなると焼き芋屋さんのトラックが近所にやってくるんですがうちはマンション七階だし気がついて着替えて準備しているうちに車は行ってしまい変えたことがありませんあ焼き芋屋さんせめてもう少しだけ下にいてくれと思いますでも今はドンキでもスーパーでも焼き芋売ってるので助かりますということでねわー焼き芋は美味しいよね焼き芋ってやっぱみんな好きだよみんな好きなのかな、まあ、嫌いな人もいるかもしれないけどあなんか基本 好きな人が多いような気がするな美味しいよね。僕は焼き芋にこうバターをね、こう拾って乗っけて食べるのがすごく好きです。いやわかるなマンションだとなかなか買いに行けないよね。聞こえてもね。行ってる、だって下降りてる間にいなくなっちゃうもんね。何回かありますよ、僕も。焼き芋買いに行ったけど、焼き芋屋がもういなかったとね。 あとよく、あの、やられたとあるのがね、あの、いらなくなったビデオとか、そういうのの回収、タダで回収してくれるみたいな、不要品、あの、引き取りますみたいなの、それもね、何回も、ああ、行かなきゃと思うんだけど、準備して下降りる頃には、もういなくなっちゃってるってね。もうちょっとゆっくりさ、回ってくれればいいのにね、あれ、と思うけど、最近少なくなってきてるよね。 えきも、いし焼きも、焼き芋、みたいだね。おいもおいもお芋ってね。あと、あれもってね、豆腐とかね、昔はね。豆腐、豆腐じゃんなんかラッパな音でね。あと、なんだっけ。竹やお酒とかね。さ いろいろ、そういう、なんていうの、訪問販売、あれ、訪問販売じゃねえな、なんていうんだろう。なんかね、軽自動車で、グーって回ってくれる、いろいろありましたよね。うん、昔、僕が子供の時はね、パン屋さんとかもありましたよ、トラックに乗って。なんか、素敵な、ちょっとほんわかするミュージックを流しながら。ね。 来てたりとかしましたけどね。あ、まだ続きがあった。え、こうくんは焼き芋好きですかうん。水分欲しくなる系と、とろとろ系、どちらが好きですか焼き芋もみんなで食べれば、おならも怖くないんですよね。こうくん、体調に気をつけて、無理なく、ゆるーく、お仕事頑張ってください。いや、ゆるくはお仕事できないんですよ。ね。まあまあ、はい。ゆるーくラジオはやらせてもらってますけど、えいつも楽しいお話ありがとうございます。というね。まー、あ、ちゃんさんからですが、えー、僕はね、焼き芋はやっぱり、あの、ホクホク系。 がが好きですねこのの三芋系っていうのが分かんない食べたことないからよくわかんない。あれ、大学芋みたいな感じかな違うかな大学芋も好きだけどね。あの、中華料理屋さんとか行くとよくあるよね。大学芋。水飴系の。うん。それとはまた違うのかなうん。いや、でも焼き芋はね、ちゃんとあの、アルミホイルにくるんだみたいなのが、ね。あの、炭で、炭火で。 焼いたのが結構好きですねはいでは続いて、えー、ペンネーム宮チョコさん、はい、<laughs> こんにちはコヨ君先日はおメール読んでいただいてありがとうございますドキドキが止まりませんでしたあそうですか決して年のせいではありませんって書いてあります <laughs> さて今回のテーマ秋コヨ君愚問ですよそれはもう秋といえば男組二枚目シングルしかないでしょう。みんなそう書きますよね <laughs> そうそうですかね <laughs> はいえー、それ以外で言うなら秋といえば食欲の秋サンマになすに焼き芋いろいろおいしいものがありますが私は銀杏が思い浮かびますああ銀杏銀杏うめえうまい、えー、黄色くなったイチョウの木の下に強烈な匂いを放つ銀杏の実子供の頃はこの匂いがダメで茶碗蒸しなどに入っている銀杏も食べられ なかったのですが大人になってお酒を飲むようになって殻のついた銀杏を初めて食べて衝撃を受けましたねえあの臭くて食べられなかった銀杏が美味しいまた日本酒のおつまみに合うではありませんかもしかしてイチョウの木は秋に色が変わりますが銀杏の旬は秋じゃないかもしれません子供の頃食べれなくてもお酒が飲めるようになって好きになるものってありますよね酒飲みでよかった 推進、メンバーシップの方の歌、素敵な曲ですね。ライブで聴けることを楽しみにしています。というね、おメールだったんですが。いやー、銀杏好きだなー。美味しい。焼き鳥屋行くと必ず頼むんだけど、ないところもあんだよね。塩で食べるね。美味しい。あのー、そうお、あの、居酒屋のおつまみとかだとね、殻のついたまま来たりとかもするんですけどね。僕はあのー、何薄皮がちょっと、なんか、 ちょっと面倒くさくなっちゃっていつもね銀杏は焼は焼き鳥屋でもう頼むようにしてるんですけどあれはいくらでも食べられちゃうね本当に分かりますまた、あ、大人になってね、えー、好きになった食べ物いろいろありますけど塩辛とかねイカの塩辛とか子供の時はちょっといまいち「何これ?」と思ってたんですけどね大人になってからだいぶ好きになってもうあれだけどご飯何杯でもいけちゃうぐらいのね えー、そういうい感じがしますがあと明太子とかもねこう生で食べるのが好きだったのがちょっと何ていうんですか炙り明太子みたいなのが大人になってから美味しいなって思うようになったりとかねいろいろありますよね子供の時食べれなかったけど大人になってからすごく美味しいなって思うようになったもの。ね。逆に子供の時大好きだったのに大人になってからちょっといまいちこれもういいかなって。 思うようよになったのがね僕の場合はね、あのー、甘エビだったりねいや別に味が嫌いになったわけじゃないんだけど、まあ、食べ過ぎたのかな子供の時お寿司屋さん行くと甘エビしか頼まなかった時期とかあったもんねうん今はじゃあちょっと甘エビと言われてもあんまり、うん、ピンとこないなめっちゃ嬉しくなったりしないなっていう感じはするんですけどでも北陸の方行くと甘エビ美味しいよね 北陸行った時は頼むかな？うん、ねはい、ということで。では続いてこのおメールね、えー、本日最後のおメールになっております。ラジオネームつーさん、こうさんこんばんは。いつもジムコヨーレジオ楽しく聞いていますえー、今回のお題秋といえばですが、私はお月見です。あー、十五夜お月様ね。 つい先日9月21日は十五夜で綺麗な満月が見られましたがその前日の夜珍しく子どもたちが月がすごく明るいと話しかけてきたのでなんとなくカーテンを開けて外を見るとなんということでしょう眩しいくらいの月明かりで思わず見とれてしまいましたそのままベッドに入り部屋の電球を真っ暗にしてカーテンを全開にして綺麗なお月様を見ながら眠りにつきました秋の小さな幸せを見つけられた夜でした おーカーテン全開にして月を見ながら寝るって何かロマンチックやないいなあねうちカーテン全開にしたら隣のマンションの壁が見えるからなうんちょっと寝室のカーテン全開はなかなかできないないないいなあ開けてるところに住んでるんだろうなそういうところでね一晩と言わず二晩。 2番ぐらいね、なんかこうのんびりした生活してみたいなって思ったりする日もありますがねえー、お月見今年はすごくよく見えたっていうね、うん、いい綺麗すごい綺麗だったってテレビのニュースでもねなんかいくつかやってたのを見ましたけどもね、えー、ということでね皆さん秋ね、いろいろやっぱり食べ物系が多いかなうん、そうだよねやっぱ食べるのは 楽しいもんね幸せな気分になれるしね。えー、ということでですね、えー、皆様からのおメールたくさんいただきましたがね、えー、次回のテーマ、えー、次回はですねもうあれですこれもう先に先走ってやっちゃうと困るんですけどね冬とかになった時にね、えー、もうだいぶ涼しくなってきたからね鍋ですよ鍋。 まだ真冬までいかないですけどうちはねもう冬っていうかもう秋から冬にかけて春先までねもう基本晩ごはんは鍋が多いですで鍋もいろんな種類あるじゃないですかしかも今はもうだしとかもいろいろ売っててねあ,のあるんですがそんなあなたのおすすめ鍋なんでもいいですよただただ普通に。 あの水炊きとかでもいいですしなんかまたまたこれはすごくなかなか美味しい出汁だから使ってみてくださいみたいなとかねおすすめがありましたらねそちらの方を紹介していただければなと思います僕去年ね確かねプチッと鍋っていうのがあるっていうのをね紹介した記憶がかす、えー、かにあるんですけどね。 また新しくね、いろんな出汁をチャレンジしてみようかなと思ってて、まあもうね、すでに何個かチャレンジしているのもあるんでね、そちらの方もですね、紹介させていただけたらなと思いますということでですね、えー、次回もおメールどしどしお待ちしております。おすすめの鍋料理。 こちらの方よろししくお願いいたします。そしてですね、えー、ライブの方もですね、もう間もなく2週間後ね、やりますんで、来られる方はくれぐれも気をつけて、ね、こちらの方も万全に期して、万全を期して、皆さんをお迎えいたしますんで、えー、安心して足を運んでいただければと思います。 そして11月の方のねあの、東京シアター会で行われるですね、舞台の方もですね、チケットを販売しておりますのでえ、詳しいことはホームページや、えー、ね、えー、ファンクラブサイト、えー、などの方で、えー、ご確認いただければと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたおやすみなさい。